犬走りは何かから逃げているよ。ようこそ犬の行動専門家ドッグトレーナー瀬形です。今回は犬走りについてお話ししていこうと思います。犬走りっていうの聞いたことあるかな。犬が普通に走ってるよじゃなくて、突発的にディアーッと走り回る、そんな様子のことで、その時の特徴として、まあいろいろ姿勢やったり犬の状況やったりするんやけど、まあこれは最後後の方で話すね。なぜ起きるんやと思う？犬走りなんでなんやろ。でこれ聞くと案外ねポジティブな意見が返ってきてたりする。なんか楽しいからかなとか、喜んでるんじゃないかなとか、そういった意見が返ってくるんやけれども、もちろん普通に走ってる時はそうね、ただただ自分の気持ちがいい感じになってわーって走り回ってるっていうのもあるんやけれども、この犬走りって言われる特徴的なものがあるね。それどんな姿勢やと思う？姿勢にすごく特徴的なものがあるし、その部分だけを見るとみんな案外気づくね。あれ、もしかしてそれって、じゃあその気持ちと姿勢から出てくる気持ちとこの走るっていうのを合わせれば、なんとなく犬の気持ちが見えてくるね。これを解説していこうと思います。じゃあその姿勢ね、犬の姿勢、特徴的な姿勢、走るじゃなくて姿勢ね、姿勢だけ、走るのは置いといて、姿勢、みんなね犬走りの特徴的な姿勢を見て、実際見れば、見たらね、ああそうやったとは思うんやけど、みんな走る方に注目しがちやね。違うんだ、走る方に注目するんじゃないね。姿勢、何回も言うよ、犬はどんな姿勢をとってる、犬走りをしてるときどうだってなったときに、特徴的なのが2つある。2つ、1つが耳ね、1つが腰。これ言うとなんとなく見えてくると思うね。じゃあ耳からね、耳のね形、向きどうなってる、ね、大体の犬、多くの犬は耳を後ろに倒して、ね、後ろに向けて倒すっていう形を取るよね。前に向けてピンってするんじゃなくて、後ろに向けて倒してるよね。そう、これが耳の姿勢。もう一個ね、腰どうなってる。普通に腰がポーンって立ってるっていうよりも腰が引けてるよね。体、背中が丸くなってるよね。腰が引けてなかったら、例えばあれさ、普通であればまあ頭からね、こっちね、頭の方から背骨があって、まあ腰が普通なんやけれども、よいしょ、ごめんね、ここがね、腰が丸くなる、腰が落ちると背中が丸くなるね。こうやってね、ちょっと今座りの姿勢で止めてるこんな感じになってるやん。これで走ってるやんか、この姿勢。普通のあれじゃん、ごめんね、直立してる姿勢じゃなくて、こうやって腰が落ちてるような姿勢で走ってるやん。腰が引けてるっていう状態やんか。腰が引けてるから背中が丸まる、背骨が丸まるね。みんなどうだ、耳が後ろに行く、引き下がる。まあもうちょっとか、大雑把に言えば顔の筋肉が後ろに引かれるっていうことね。いいって、いい、いい。かつ腰が引けてる。どんな気持ちやと思う？わかるよね。恐怖の時やね。リラックスしてるじゃなくて、顔の筋肉でも耳の筋肉を後ろに思いっきり引っ張ってみて、いいって。あんま楽しい顔になれへんね。ニコってしてリラックスじゃなくて、イーって後ろにイーって引っ張ったらこわばるやんかつ腰が引けてるね。楽しい時って腰引けへんやんか男性が腰引けてたら別の意味の時もあるけど、そうじゃないやんか。腰引けてるっていう時はやっぱり恐怖を感じてる時に怖いと思うから腰を引くわけやんか。そう、今私が言った言葉、怖い、恐怖、この感情を抱いた時に今の耳、まあ顔の形だったり耳を後ろにしたり腰が引けるわけ。じゃあそれにプラス走るって言ったらどんな時よ。怖くて走るって言ったら、そう、逃走、逃げる時に走るやんか。だから逃げ、走ってるイコールただ単純に楽しいっていう、もちろん動作の時もあるんやけれども、犬走りっていうのは恐怖を感じてとか怯えだとか、
そういうネガティブな感情を持った時に恐怖っていう概念から逃げる時の姿勢やねん。見たらわかるやんか。そう言われたらなんとなくわかると思うね。楽しくわーって走っているよりか、耳倒し、後ろ倒してギーってして、腰引けて、いやーって。姿勢だけ見たらそう恐怖やんか。耳倒すし腰引けてるって言ったら、うん、楽しいっていうふうには感じてないよね。じゃあ走るって、それにプラス走るが加わったら、恐怖っていうから逃げ、恐怖っていう概念から逃げてるよね。まあ概念って言ったら、その犬ってそんななんか漠然とした不安を持ってんのって言ったらそうじゃなくて、そのシチュエーションで犬は恐怖っていうものに駆られるわけ。アレイさんもあるわけね。どんな時にアレイさんはそれを出すかって言ったら、体が濡れた後、家にいる時に発生する。この子はなぜその時に発生するかって言ったら、体が濡れた、ね、シャンプーで濡れたりとか、散歩で雨降って濡れた、ね、体がびちゃびちゃになった。あとは、ドライヤーをされるっていうことを知ってるね。で、アレイさん、ドライヤーがね、ちょっと苦手。まあ、我慢はするんやけども、嫌だな、嫌だな、嫌だな、嫌やな、と思って、ちょっと嫌だな、いう気持ちになってるから、アレイさんは体が濡れたらドライヤーをされるっていうことを知ってるから、家に帰ってきた後、うわぁ、ドライヤーされると思って、やーって逃げるわけ。ね。そうなると、話の筋道も通るし、犬の感情としてもリンクするわけやんか。だから、犬の走ってる時の姿勢を見てあげて、犬走りの姿勢を見てあげて、それによって、この子は何かに対して恐怖を抱いてるな、ね、怯えを持ってるなっていうのがわかるわけやん。で、それに対して、まあ対処してあげて、例えばドライヤー怖いなと思ってるんだったら、ドライヤーをね、優しくしてあげるっていうふうに対処していってあげたらいいし、他の場面でね、緊張してたり、逃げてたりする子やったら、それに対して優しいフォローをしてあげる必要があるやん。こうやって犬の心理を知ることで、人ができることが増えていくわけよ。犬が負担だと思っていることに対して、それを軽減させる、ゼロにはできない。どうしても嫌いなものは嫌いっていう感じは抱いてしまうんやけども、それでも、苦手なもの、嫌いなもの、嫌いなもの、恐怖を感じるものを50から40、40から30っていう風に減らしていくことができるやんか。それがすごく大事なことやと思う。犬のことを理解して、こちらができることを見つけて、犬に幸せを与えてあげる。やっぱりね、犬を飼えば人は幸せになる。ね。いろいろトラブルがあったりする人たちもいるんやけれども、やっぱりいることでね、犬から幸せを、もらえるわけやんか。それやのに私たちが犬に対して幸せを返さないっていうのはやっぱり怠惰だと思うし、それはよろしくないことやと思う。私個人の考えやけどね。だからぜひ皆さんには犬の心理っていうのを知ってもらって、その上で自分ができることを見つけていってほしい。そして自分を可愛がっている愛犬を少しでも幸せになれるように。私もね、やっぱりこうやってアレイさんを飼ってていろいろ幸せをもらってる。まあね、この子も一緒にね、私のわがままにも付き合ってもらってたりするんや。私の突拍子のない思いつきで、いきなり北海道に連れられて行ったり、四国を一周したり、九州に行ったり、関東、東京行ったりね、長野の方に行ったり、いろいろね、付き合ってもらってるわけよ。そうなっていくとね、やっぱり、まあ、ありがたいことにね、文句言わずついてきてくれて、そして一緒に生活続けてきてくれてるわけやから、やっぱりね、ちょっとでも理解して、この子が幸せになるように、そういうのをできていったらいいなと思って、それが私はね、犬を飼う幸せの一つなんじゃないかなっていうふうに思ってます。ではね、皆様も一つ犬の心理を勉強して、そして自分でできることを見つけて犬を幸せにしていってあげたらなと思います。では、今回もありがとうございました。次回もお会いしましょう。それじゃあね、バイバーイ。